皆さんこんにちは、冬の花様です。今回は絵が成長しない人の特徴について解説していきたいと思います。絵が成長しない人は必ずこれをやっています。やっているというよりもできていません。この特徴に当てはまってしまう人は今すぐやめてください。絵が上手くなりたいなと口だけの人になりたくないなら絶対にやめてください。でも逆を返せば成長できる人にもなれます。今はまだ下手でもこれさえできていれば必ず絵は上手くなります。その特徴は一体何なのか早速解説していきたいと思います。それでは行ってみよう。成長できない人はどんな人なのか。まずそもそもこの特徴に当てはまってしまう人はかなり多いです。僕ももちろん当てはまってました。これができていなくて病んでしまった時もあったくらいです。しかも厄介なことに僕たちは自然とそれをやらずにいるんです。悪いこととも思っていない。そもそも気づきもしません。この考えに至るには誰かから聞くか自分で気づくしかないんです。まずそもそも成長しないって何か。多くの人はより高い次元に上ることを成長としています。確かにそれもあるでしょう。しかし成長にも種類があります。今回軸として話すのはもう一つの成長方法です。そしてこの成長方法を実現するための手段が今回の結論になっているわけです。もちろんただ絵を描け量をこなせなどの俗説ではありません。この成長できない人の特徴をしっかり抑えて成長できる人になってください。では成長できない人の特徴は何か。それはベクトルコントロールができない人です。成長するためにはこのベクトルコントロールが何よりも大切なんですよ。いやちょっと待って、ベクトルコントロールって何？まあそうなりますよね。まずベクトルというのは日本語に訳すと矢印という意味です。矢印の方向をコントロールして成長を促していく、そういう考え方ですね。簡単に言えば自分で自分の意思をコントロールすることです。でもこれセルフコントロールと何が違うのって思うと思うんですよ。最終的な結果は同じです。しかしその過程が違います。セルフコントロールは徐々に自分の感情を抑制し見直していき、最終的に理想な行動をとっていくのがセルフコントロールです。一方ベクトルコントロールでは感情の抑制ではなくその感情を転換させることを意味しています。もっとわかりやすく言うと犬の例えが適切だと思います。セルフコントロールができる犬は待てと言ったら待ちますし、散歩も自分だけビャーって行くことはないですよね。しかしベクトルコントロールはしっかりとリードを握った状態でどの方向に向かうのかこっちが意思決定をします。別に犬が走り出してもいいんです。それをコントロールする、犬が進む方向を変える、これがベクトルコントロールです。では実際にベクトルコントロールができない人はベクトルがどこに向いてしまっているのか、それらを3つ紹介したいと思います。それではまず1つ目の成長しない人がしてないベクトルコントロールです。これをすると次に描く作品のクオリティを上げることができます。だからこれをしてないとね、徐々に作品のクオリティが上がっていくことはないです。一つ目の特徴は何かというとベクトルが作品に向かないです。これは描いている時ではなくて描き終わった後のベクトルの話です。描き終わった後にベクトルを向けない人はなかなか成長できません。なぜかというとベクトルを完成品に向けると以下の2つの恩恵を受けることができます。不安が解消される、描く理由が見つかる、この2つです。逆に成長しない人はこの2つをしてないので不安になるし書く理由が見つけることができません。まず不安が解消されるですが、こんなことってないですか？このままやっていて本当に上手くなるのか、そんな不安に書き立てられること少なくないと思うんですよ。本気で夢を叶えようとすればするほど、目標が明確であればあるほどその不安はやってきます。また2つ目の書く理由は継続して絵を描かせてくれます。継続って本当に難しいことですから、できない人がいるのは当たり前なんです。だから継続する理由を作るんです。完成品にベクトルを向けて何がダメなのかを分析すればその不安を払拭しようと新たな技術を自分のイラストに組み込もうとします。不安を払拭するために新たな技術を学び見つけ新しいイラストを描く、これがもう継続を一気に担っているんですよ。それがベクトルを作品に向けるということなんです。でもやっぱりこれができない人は成長速度が遅いし成長しづらい傾向にあります。それを証明する出来事がありました。昔僕は英語のブログを開設して記事を書いていたんです。毎日1500文字ぐらい書いていたんですけど全くサイトを見てくれる人がいませんでした。やってもやってもね、全然記事が読まれないんですよね。僕はもうブログが向いてないんだなっていう風に思った時期もありました。そんな毎日毎日書いてるのになんでブログが読まれないんだっていう、その理由がですね、僕が記事を全く読み返してなかったからなんですよ。もう本当にこれっぽっちもですね、何がダメなのかを発見しようともしなかったんです。逆に今は絵のブログを書いていて書き終わった後に読んで伸びなかったら書き直して、それを繰り返してまだまだですが
今はね月3000人以上は見てくれています。これはかなりの成長だと思っています。この話でやったことは一つだけ、ベクトルを書いた記事に向けたんです。そうしたら自然と見てくれる人の数も上がっていきました。何がダメなのかを考え、新しい技術をどんどん取り入れれば、そりゃ成長しますよね。皆さんは英語ブログを書いていた時の僕みたいになっていませんか？成長できる人になるためにはベクトルを作品に向けましょう。では2つ目のベクトルはどこに向いているか。特にこれは現代の問題と絡んだベクトルです。それは絵を描いていない時、ベクトルが他人の方を向いているです。成長をしたいのに他人に嫉妬するのは時間の無駄です。100歩譲っても嫉妬はいいとしても、あいつは天才だから、あ、俺はあいつとは違うと言って相手の努力を否定するような人には成長は訪れません。当たり前の話です。相手の足を引っ張って引きずり下ろそうとする人は、自分の位置が全く変わっていないことに早く気づいてください。きっと僕の動画を見てくれる人にはそんな人はいないと思います。では成長できる人は他人ではなくどこを見ているのか。それは未来の自分です。未来の自分はこうありたい、未来で絶対こんな絵を描いてやる、そう自分を奮い立たせて、そして現在何をやらなければいけないのかを考えます。未来の自分に向いたベクトルを現在の自分に返してベクトルをコントロールしているんです。つまり未来からの逆算こそ成長につながります。おそらく皆さんは未来からの逆算をすでに学生の頃にした経験あるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。先生に口酸っぱく言われ、そのための用紙を毎回毎回配られ、やる気のない人は面倒くさがりながらも描いていたかもしれません。テストの計画表書いていませんでしたか？あれは未来からの逆算。テストで点数を取るために何をどのくらい勉強すればいいのか、それを決めていたと思います。僕の場合は途中でめんどくさくなって書かなくなったりとかしてしまったんですけど、でも今ならその大切さがよくわかります。成長するために登っていく階段を未来から一段ずつ下げていく、そして最初の一歩を踏み出す。もちろん最初に計画したことがうまくいくことはありません。その度に立ち止まって何が必要なのかを考え直します。それを繰り返して成長していくんです。二つ目は書いていない時、ベクトルが他人の方向を向いている人でした。それでは最後の三つ目です。これが一番致命的です。成長するために絶対に必要なことなんですよ。なのにこれを恐れてやる人は少なく、恥ずかしさを覚える人も中にはいます。最後の三つ目はベクトルの方向を変換しない人です。つまり成長しない人は変化を恐れているだけの人。この当たり前の事実を最後に持ってきたのは、それでもできていない人が多いからです。僕の友達に変化が怖いという人がいました。怖いというよりも変わることが恥ずかしいと思っているという感じでした。おそらく周りの人から今までの自分と今の自分が比べられることが嫌なんだと思います。今までの自分はずっと変えないで生きてきた、それで損したことはないし、多分これからもそうだし勇気も出ない、そんなことも言っていました。やはりその人は何かに立ち向かおうとせず変化せずにいました。でもちょっとその話はおかしいんですよね。人は自然に変化してしまうものだからです。友達が中学生ぐらいの時はガラケーを使っていました。僕もそうですけど、その友達もね携帯を毎日使っていました。しかし僕たちが学生の頃、ちょうどスマホが出てきたんです。僕たち世代の人間はちょうどその転換期にいました。スマホって何？なんかボタンもないし不便そう、使い方わかんないし、なんか怖い。そんな理由で最初は買う人が少なかったんです。だけど何かがきっかけでスマホが欲しいに変わるんです。みんなが使っていて便利そうだった、なんかかっこいいし欲しくなった、ゲームもしたい、そうやってなんかやだから欲しいに変わる人が多くなっていって、今持ってない人はいないくらいになりましたよね。人はメリットが複数個ある時に変化をします。今の自分より良くなることが確信できないと変化しないんです。しかしそれでは成長できません。新しいもの、知らないもの、持っていない技術、新たな想像をするために今までの自分を破壊することは怖いことでしょう。では聞きます。あなたは今何のために絵を描いていますか？こんな意識高い動画を見る人はきっと何か夢を持っていると思います。あなたの夢は変化せずとも叶えられる夢でしょうか？成長せずに叶えられるのでしょうか？あなたはどっちを選びますか？後悔をする未来か、後悔をしないかもしれない未来。もし後者ならベクトルの方向転換を行ってください。何がいいのかを考え、何が必要なのかを考え、変化していってください。まとめると、成長できない人の特徴はベクトルコントロールをしない人、さらに具体的には完成作品に向かない、未来の自分を見ない、変化をしない、こういう人が成長できない人の特徴です。変化を恐れて失敗したくないというのが原因で成長しない、作品を見て自分がダメだと思いたくない、能力は個人の元々の能力値で決まる、だから変化しないことが言えると思います。だけどこれもね、ちゃんと研究結果で示されているんですよ。スタンフォード大学の研究では、成長しない人を固定された思考態度とし、
成長する人を成長する思考態度としました。固定された思考態度と成長する思考態度の違いを示すために4人の子供をグループに分け、片方には固定された思考態度を教え、片方には成長する思考態度を教えました。つまり正解することが正しいんだと、成長することが正しいんだという風なグループに分けたんです。その後簡単なパズルと難しいパズルをそれぞれのグループに与えたところ、固定された思考態度のグループは簡単な方を選び、成長する思考態度のグループは難しい方を選んだんです。この違いは何を目的にするかで変わってきます。固定された思考態度のグループは間違えずに自分の能力を示し賢く見せることを目的とされています。しかし成長する思考態度のグループは新しいことを学ぶ態度を示し、賢く見せるのではなく賢くなるのを目的としました。完全に成長しない人、成長する人の特徴に当てはまっていますよね。作品を見て自分をダメだと思いたくない。能力を個人の元々の能力値で決まる。だから学ぼうとしない、変化しない。成長しない人にはこういうことが言えるんです。最後にね、イギリスの自然学者ダーウィンの言葉を借りて動画を終わりたいと思います。最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるのでもない。唯一生き残ることができるのは変化できるものである。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。またね。